What's up, ladies and gents? ドームの3番チャートやったマキュリーです。ヒットマン3、エスカレーション。ホイットルトンクリック。さあ、プレイしていきたいと思います。今回もレベル1、2、3までありまして、郵便の、配達員か。配達員の人に扮して、任務遂行していきます。で、レベル1と2はそれほど難しくないんですけど、レベル3がね、少し手間がかかるやつで、あれなんですけど、チュリンカライザーガン持ってきてもらって、手前側を打ってください。で、この、小包を回収して、で、もうすぐしたら、この87番が焦ってどっか逃げていくので、87番が逃げていったら変装。このままターゲットの場所に移動します。で、このホイットルトンクリークというマップの都合上ですね、まあ、ここって見てもらったら分かる通り、まあ、パリみたいな大きな建物が一つあって、中が入り組んでるようなスゴルトとか、そういう感じじゃなくて、ただ広い、ちょっとサンドボックスというかミニオープンワールドというか、オープンワールドは言い過ぎですけど、まあ広いね、マップの中に、まあ、民家が、かなり小規模な民家が何個かポツポツとあって、いう感じなので結構移動がどうしても多くなっちゃうステージなんですよ。メインミッションの方でもなんか証拠品を3つ集めろっていう、一晩史上一番面倒くさい、いらないだろっていうことをやらなくちゃいけなくて、結構ねこう移動が大変で、そういうマップなんですが、景色は綺麗なんですけど、こいつがとりあえずターゲットなんで、で、パシファイって書いてるだけなんで、あいつの頭に小包をぶつけて、これだけでクリアすることができます。よいしょ、レベル2。レベル2は1人増えました。で、パシファイ・アメラ・ガロス・ウィズ・ア・レイク・アーツ・ザ・メイルマンということで、レイクっていうのが何かというと、畑耕すやつみたいなやつがレイクなんですよ。これ。で、まあ、これを使ってどうするかなんですけど、このね、アイテム、ちょっと変わってて、まあ、パシファイ気絶させるなんで、もちろんこれで直接、その、まあ、殴れば、終わるんですけど、それをしなくてもですね、まあ、この女の子、アメラって女の子なんですけど、もう一人のターゲット、ずっと走ってるんですよね、まあ、マラソンみたいな、ランニングをずっとしてる人なんですが、その女の子の通り道に、このアイテムを置いておくとですね、自動的にこのアイテムが跳ね返って、女の子が気絶するっていう、ちょっと僕が言ってる意味、あまり分かってもらえないかと思うんですけど、見てもらってたら分かるんですが、このアイテムを、その、縦向きに置くんですよ。横向きじゃなくて、横向きに置いちゃったらダメなんで、道と同じ方向を縦向きに置くと、ランニングしてきた時にこのアイテムのどちらかがこうピョンって跳ね上がって、そのままターゲットの頭にクリーンヒットして対象が気絶するっていう、まあ、そういうアイテムなんですよね。で、まあ、もちろんボディ、それ事故死ではないので、自分で気絶させたっていうのと同じ扱いなんで、そのボディが見られちゃうとサイレントアサシンは取れない。事故死じゃないから。ないので、そのボディが発見される前に脱出する必要があります。で、まずは先ほどのターゲットから。コインを装備して。で、パッケージ頭にボンボン。で、まっすぐ行きます。で、まっすぐ行って、この辺乗り越えたら、バールがあるんですよ。そのバールを取る。そのバールはすぐには全然使わないんですが、脱出の時に利用しますので、このバールをも先に取っておいてください。
でバルだけ取っといて、そのマラソン女がいる場所まで行きます。もうすぐそこにいますね。で負け彼女はこの工事現場みたいなダンプカーみたいなやつの横で一旦休憩するんですよ。でこの休憩してる間に隙があるから、このアイテムをですね、まあ、この通り道どこでもいいんですけど、この通り道の真ん中ぐらいにこう縦向きに置くんですよ。そうすると、まあ、彼女が走ってきて走ってはそのまま見ていてくださいね。コツン、はい。ちょっと遠かったんで分かりづらかったかもしれませんが、これでターゲットを気絶しました。何が起きたかわからないっていう方、レベル3でも同じことをします。エスカレーションなんで。で、バールでこじ開けて脱出。はい、レベル3はちょっと最初の開始地点を違う場所を選んでみました。で、さっきと同じようにこれ回収して、まあ、やること同じなんでね、 1.5 倍速ぐらいでいこうかなというふうに思います。で2人やりました。でこれで新聞紙を取ってくださいね。さっきは小包だけだったと思うんですけど、今回は新聞紙も取ってください。でずっとまっすぐ行って、まあ、レベル2と全く同じ動きをするわけじゃないんですけど、もうほぼほぼ同じなんで早送りでいきたいと思います。でこのスーツケースから、ピストルを取ってください。ピストルだったら何でもいいです。でずっとまっすぐ行って、でさっきのスーツケースはアイテムの持ち込みね、このドクロマークついてるところから入る。これもさっきのところと一緒。1人目のターゲットがいますから、これねコイン投げて、ディストラクション起こしたつもりだったんですが反応してくれなかったんで、もう普通に小包み投げます。で気絶で、今回は今ここに書いてないんですけど、赤いテロは、一番下ダンプオールターゲットインザラホイットルドババホイットルドンクリック、ターゲット全部ダンプ、まあ、隠せっていうことなんですけど、まあ、ハイドじゃなくてダンプなんで、なんていうかな、落とせというか、まあ、そういう感じになっちゃうんですよ。でなぜ死体全部隠さなくちゃいけないんですけど、さっきのやつも隠さないといけないんですけど、タイミングが合わないので先にこの女から始末します。ここにこうやって置いておく、まあ、さっきと同じ、まあ、これ何が起きたかさっき分かりづらかったと思うので、まあ、これを見てもらったら何が起きたかよく分かるかと思います。こう走ってきてコーン跳ね上がって、対象が気絶すると。で気絶したこのボディもダンプしなくちゃいけないので、こっち側まで持ってきて、これね落とせる場所が少し分かりにくいんですけど、まあ、この辺のどっか、確かこの辺ね、はい、ダンプ、これで1つで、あと2つボディを隠す必要があるんですよ。で1つはもうすでにさっき小包み投げて気絶させたやつで、もう1人が新しいターゲットなんですけど、まあ、順番的に考えてさっきのやつからやっていきます。ずっとまっすぐ行って、まあ、さっきの場所戻るだけですね。特に何も難しくはないかな。まあこのエスカレーション特に難しいわけじゃないんですよ。全然難しいわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとランニング走ってるやつ、あいつの気絶方法だけちょっと難しかったんですが、あとは特に難しいわけじゃないんですけど、このエリアが広いマップっていうこともあって、こう移動がちょっとね、この死体の引きずるやつとかもそうですし、まあ、今これ 1.6 倍速でやってるんでこのスピードですけど、通常はもっともっと遅いし時間がかかるので、特に死体をこう引きずる行為ですね、それがちょっと面倒くさいかったかなっていうのが個人的な、このエスカレーションの感想です。で待ってるとサングラスかけた FBI エージェントがやってくるので、こいつをニュースペーパーで気絶させます。パコーン。でボディと銃を置いておいてください。でカメラでこの銃でこのカメラを撃つ。で3人目のターゲットなんですが、これなんですよ、このテントにいるやつなので、コインを壁に当てるようにして投げる。これね、コインを壁に当てずに、まあ、適当に地面とかに投げちゃうとこいつ反応しないんですよ。だからコインを壁に当てるようにして投げてください。すると彼が入ってくるので、必ず新聞紙で気絶、新聞紙ね、新聞紙で気絶させたらまたこのボディをさっきの顔のところまで運ばなくちゃいけないので、この作業が少しめんどくさいんですけど、それだけしたらあとは脱出しておしまいです。ご視聴ありがとうございました。ヒットワンスリーエスカレーションホイットルドンクリック、2つ目でした。また次回お会いしましょう。ビッシュアウト。ありがとう。